Mibuya.人が来たわね。いえ、人ですらない。悲しみの聖戦の時、太古の民族が人間から魔導兵器を作ることを思いついたわ。感情を排除し、あらゆる魔法にかからない人であって人でない悪しき兵器。いや、違うか。兵器はそんな表情をしないもの。兵器で居続けることができたのなら、どれだけ幸せだったことか。
兵器であればこの胸痛まなくても済んだ。手加減はしないわ。闇に帰りなさい。避け切ってみなさいよ。死ねばあの人に好かれますか。これくらいで。闇に帰りなさい。痛いじゃない。これはどう。これが痛み。そうか、兵器が心を持ったのか。私は人間です。そして人として生き、人として死ぬ男ね。愚かな娘、お前なんか好機を背負うか。お前なんかが好かれるわけがない。闇に帰りなさい。
来たか。私と同じ生き残りが、そなたと同じように作られた魔導兵器。懐かしい、そして悲しい。読みから蘇え。私を見て世界を判断するな。世界も人もお前などに見透かされるほど浅くはない。そなたのような道具がいるということは、世の中が血が騒ぐ。これはどうだ。こんなところで死ぬなんて。行きますよっ。